麦さんは最近買った機材で良かったものってどういうものがありますか？レコーディング用のマイク2本と、はい、カメラ、お、です。いいっすね。ちょっと今日はじゃあまた我々の自慢会になってしまいますが、その辺のね、機材編の買って良かったものという形でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。9月18日ですね、20回目のラジオをついに大台に乗りました。パーソナリティはサクソフォンの赤木俊介です。よろしくお願いします。イエーイイエーイ。このラジオは音楽家の何食ったらそれができるのとか、何食ったらその発想ができるの、何食ったらの部分に注目して放送しています。今週は先週に引き続きまして、最近買ってよかったものということで、機材編でお送りしていきます。金曜日のゲストは毎度おなじみのとびむぎさんです。むぎさん、よろしくお願いします。お願いします。いや、ついに20回ですよ。すごい大台。1回目のラジオがいつだったかもちょっと覚えてないですけど、多分6月ぐらいに始めて、うん、最初はね週1回というか、もう編集するだけで息も絶え絶えだったので頑張ってるよね。そう、あれだったんですけどね。でも10回目の時に、いやー、20回目までにはサムネとラジオのタイトルをしっかり作ってやっていきたいですねとか言ってたんですけど、まあ、全然ダメですね。決まりましたか？いや、そうそう、全然ダメですね。もう名前はね。でもなんかサムネはなんかおしゃれ素材がついてるじゃないですか。ああ、まあまあまあ、ね、それっぽいのにした方がいいかなと思って、ラジカセの それっぽいやつを、そうそうそう、持ってきてやってるんですけど、よさげよさげ。でも聞いてる人はサックスが中心だということは何もわからないままね、開く形になるんで、ちょっとそうだよね。一応この1分に1回ぐらいサックスって言っといた方がいいかもしれない。というかね、もうサムネにサックスの画像出せばいいやんとかって言って、確かに確かに、そう、自分でも思ってるんですけど、ちょっとまだね、うん、何食ったらの部分っていうのはいつかこう少し掘り下げて言ってあげた方がいいような気はするけどね。あ、まあ確かに確かに。いや、でもこの辺もね、うん、どうなんでしょうね、まあ、このままずっと行くのかどうかはちょっとわからない部分もあるので、まあね、まあね、そう。でも大体、でもあれですよ、でも小林さんの回でもありましたけど、マウスピース21本は一体何食ったらそうなったのかっていう。むしろいっぱい買って、いらない分は食ったんじゃないのかって。いやいや、ほんとそれ、ほんとそれ。すごいよね。はい、まあ、ちょっと今日のところに入っていきますけど、はい、マイクとカメラとを最近買ったということですけど、どっちからいきましょうかね。まあでもカメラからいきましょうか。お、いいですよ。カメラは何を？ミラーレス一眼っていう部類になるんですけど、はい、一眼レフっていう高いやつよりはリーズナブル、はいはいはい、だけど、まあレンズ取っ替えたりとかができて、写真好きな人は結構いろんなことができて楽しいよみたいな、おう、小型のカメラなんですけど、はいはい、自分の場合は宅録とか演奏動画を上げるので、はい、そっち目的で買った感じで、お、新しく買った方はソニーのカメラなんだけど、はい、以前はニコンのカメラ、もっと安いのを持ってて、はいはいはい、いろいろできないことが増えてきたので、なるほど、やりたいことでそのカメラでできないことが増えてきたので、まあ買い替えになったという流れでございます。まあ、動画撮ったりっていうと、うん、まあ、私カメラちょっと全然詳しくないんで素人意見ですが、うん、普通にそのビデオカメラと呼ばれるものもあるじゃないですか、うん、あります。そうじゃなくて一眼。あ、そうそうそう、最近のいいスマホだと写真だと背景ぼかしたりとかできるじゃないですか。うん、はいはい。あれがもともとそういう一眼レフとかのそういうことができるレンズとか設定があって、うん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 、でまあそのために購入したんだけど、それならスマホいいじゃんっていうことになるんだけど、はい、スマホだと、動画でそういうその背景をぼかしたりとか、はい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 、ちょっと明るさを調整したりっていうのは難しいんですよ、まだ。うんうんうん。まあ、自分の撮影用兼の子供の写真撮るようにもまあいいかみたいな感じで、あ、いや、まあ、そこはね。そ
そんな感じでちょっと買ってみたのが1台目。なるほど。でニコンのカメラだったんですよ。はいはい。でカメラなんで、そのビデオカメラと違って動画用って売ってないんですよ。動画用としてのその売り出し方をそんなにしてるものがまだなくて、うん、そうですね。そのまあポックミックスのライブとかもそれで撮ってみようと思った時あったんだけど、はい、あのね、致命的な欠点をそのホームページで見てしまって、動画は17分までしか連続で撮れませんって書いてあった。おー、17分かそれはきついな。厳しいでしょ。 MC とか入れたら結局前半その一部二部の演奏会で一部の部分でも絶対多分切れちゃうと思うんだよね、途中で。いやー、そうっすね。でしかもクラシック系だったらなんなら一曲取れない可能性すら出てくるわけですもんね。あるあるある。あの、そう、何楽章もあるやつはね。はいはいはい。クライマックスの最終楽章で切れるっていう事件になっちゃうからちょっとね、それは避けたいなっていうのもあって、まあ、あんまり使えてなかったんだけど、まあ 2,3 分撮ってその動画を組み合わせるとかにはまあ便利に使えてたんですけど、でまあそういう制限がないもので、なんかいいのないっすかってこうカメラ詳しい知り合いに聞いて、今流行りの中古サイトとかをひたすら見て、はいはいはい。でまあ結局楽天に落ち着いたんだけど、うんうん、まあ中古であの使えるものをゲットして、でレンズも別でそのボ後ろがボケるレンズみたいなのを、はい、単焦点レンズっていうんだけど買って、で今そのセットで新しい動画作ろうかなとか思ってます。あ、なるほど。じゃあ動画できるのはまだこれからだから。そうなんですよ。まだね、成果としては出てないんですけど、本当は赤木くんみたいにそのラジオとか、またあの映像付きの配信とかやるんだったらなおのこと役に立つものなんだけど。いや確かにただあの、まあ、僕がめんどくさがりなのと、なんかどういうものを発信しようかなっていうのがね、ないんですよね、まだ。いや、わかるわかるそれなんかそれちょっとまた別の回でしましょう。あの、ね、めんどくさがりの回やりたいよねいや、そう、一体こう何を発信していくのか問題は結構ある、うん、でこうやってね、公共の電波ってわけじゃないから、うんうん、ある程度こう好きにしていいとは思って、私もね好きにラジオしてますけど、はいはい、いやだからすごいよね。いやいやいや、でも聞いてもらおうと思うとやっぱりこう聞いてくれる人の何かしらのこう利益になった方がいいわけじゃない。あ、そうそうそう。っていうか、そうじゃないとね、聞かないじゃないですか。っていうのもあったりして、その自分がやりたいものとのその折り合いが難しいとかっていう話はまた今度しましょう。ね、そう。以前のカメラ、ニコンのカメラの方では自分のレクチャーの動画をいくつか撮ってて、タンギングのやり方とか、はいはいはい、あとはバリトンの跳躍の仕方とか、マニアックなレクチャーの動画をいくつか撮ってるんだけど、はいはいはい、それ用にはまあ活かせてるので、今後は新しいカメラでなんか思いついたら撮ろうかなと思ってます。あ、なるほど。あれ、そのニコンのカメラで撮ってたんですね。そうなんですよ、一応動画も説明欄の方に貼っておきましょう。また、うんうん、そうそうそう、見ていただいてという形にします。マイクも新しく、うん、買いました。このコロナ禍で大変な時に。いやいやいや、2本もいいじゃないか。てかむしろこの時期の方が買ってる人多そうですよね。いや、多いんですよ。オーディオインターフェースとか割とこう品切れになったとかっていう、はい、お詳しい、人気のやつ、そうそうそう、っていう情報だけ知ってるんですけど、うん5月6月くらいだっけ、あの緊急事態宣言だの、はいはい、ちょっとレッスンもそう、演奏会も全部なくなった時期ですね。そうなんです。でその時ってまあ音楽家のかなりの人が、結局僕もそうだけど、宅録とかリモートアンサンブルとか、はい、そういうものにこうじゃあ挑戦してみようって言って、あの必要なものを調べて買い漁ってた時期なんですよ、うん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 、でまあレコーディングなのでマイクとか、それからパソコンとマイクの間に入るオーディオインターフェースっていう機械があるんだけど、はい、あのその辺がもう軒並み手を出しやすい価格のものはもう全売れで、入荷は何ヶ月後ですみたいな感じ、はい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 、はい、だったんですよ。で僕が買ったマイクも1本はそれで、あのその時期に注文したんだけど、はい、手元に来たのは、先月かな？あ、違うか、今9月だから7月末くらい。あ、1ヶ月ぐらいはじゃあ待ったってことですかね。待ちましたね。おお。その他にも、例えば品切れになってたものは、さっきのカメラとパソコンを
つなぐためのキャプチャーボードっていう機械、まあオーディオインターフェースみたいなもんなんだけど、はいはいはい、マイクでいうとこのそういうものももう軒並み売り切れ、アマゾンでも楽天でも、うん、それからメルカリではめちゃめちゃ値段が爆上がり高騰するんだすごいよね。まあそんな時期に買って、で1個のそのすぐ手に入った方は、はい、それこそあの僕のメルカリの恐怖の買い物第1号だったんですけど、はい、ゼンハイザーのマイクで、はい、MD421 っていうすごく古くからあるモデルで、うん、形はあの、ね、よくクジラマイクなんて言われてるんだけど、はい、黒くてね、まああのまあ、赤木くんが多分リンク貼りますよきっと。ああ貼っときましょう貼っときましょう。鼻先が細いタイプのクジラじゃなくて顔四角いなんだっけ、マッコウクジラだっけ、あんな形してます。はい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 、まあもうちょっとリンクを見てもらってそうだね、そうだね、マッコウクジラ知ってるっていう人もなかなかいやそう、あマッコウクジラかってなかなかならない可能性があるいわゆるあのよくイラストとかにもなってる顔が丸いタイプのクジラみたいな形をしたマイクなんですけど、はいはいはい、一回コロナ以前にライブハウスで使ってもらった時に、はい、バリトンサックス持ってた時にこれいいよなんてそこの PA の人が使ってくれたのがね、めっちゃ太い音でいい音で撮れたんですよ。へえ。歯切れいいし太いみたいな感じ、はい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 、これは低音楽器最高だなと思って覚えてたら、別でちょっとレコーディングの仕事があった時に、はい、行った先が音楽専門学校のレコーディング実習室みたいなとこだったんだけど、うん、それでもねその MD421 のマイクが今度はねアルトの時とかでも撮ってたんだけど、はい、結構ね使ってるみたいで、いろいろ調べたらこれ欲しいわと思ってたらメルカリに出たんですよね。なるほど、うん、でまあマウスピースもそうなんだけど中古で買うのなかなかおっかないじゃないですか。いやーマイクも怖いですね。ねーだからいやーでもなーでもなーと思ったけど、まあえいやーって買ってみてそうそう賭けに出ただけの話になってるけど、ね、いやいやいやいいじゃないですか。実際あ使える大丈夫大丈夫と思って今はサックスのポップス系は特になんだけどレコーディングですごく重宝しているマイクで。なるほど。でも最近撮った動画もそれってことですか、うん、あそうそうそう、例えば学校のチャイムのアレンジであるとか、はい、鯉のぼりもそうかな、まあ、はい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 、そのマイクを使ってます。なるほど。ただ僕の場合そのさっき言ってたパソコンとの間のオーディオインターフェースっていう機械に2本までマイクがさせるんですよ。はい、別でコンデンサーマイクでブルーバードっていうマイクをもともと持っていて、はい、それとそのゼンハイザーの MD421 クジラちゃんの、あの音を両方取って混ぜるっていうことをしてます今は。おお出た、その私が全く踏み込めていない領域ですねそうでもやっぱレコーダー違うと音違うじゃんっていうのと同じことでさ、はいはい、合わせたらいいのにねっていうことがまあ2つで撮ってみたらあるので、はい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 、合わせてるって感じ。ひょっとしたらすごい高いマイクを使ったら合わせない方がいいってなるかもしれないけど、あまあちょっとなんかその辺はもはやケースバイケースというか、そうそうそう、その自分の音作りの方向とかによってだいぶ変わってくるところなんだとは思うんですけど、うんうんうん、いやーなるほどな。もう一本は何買ったんですか。もう一本はですねアポジーっていうメーカーがあって、はい、それがね、手に入んなかったやつなんですけど、ハイプマイクっていう小さな USB マイクっていうジャンルになるんだけど、うん、ああはいはいはい、さっき言ったそのオーディオインターフェースっていう中間機がいりませんってやつなんだよね、うん、はいはいはい。となるとそれさえあればもうレコーディングそのままパソコンにプスッとさせてできるから、うん、これまたアマゾン楽天で売れまくっていたわけですよ。はい、さっきちらっと言ったけどあのコンデンサーマイクってよくその楽器のレコーディングとかでも使われるんだけど、はい、すごく微細なちっちゃい音とかも取れるし、うんうん、結構あの値段もまあ高めで高品質なものを取るときに使われるマイクで、うん、さらに USB だから、はい、持ち運べるし、うん、あのめっちゃ楽なんですよ。はいはいはい。ちなみにこのラジオも最近はちょっとそれで撮ってみてるそうですね、なんか1回目とかに出てもらった時はまだそのマイクじゃなかったんですよね確か。そうそうそう、 iPhone でただあのレコーディングしてただけ。そうそうそう、 iPhone のそのボイスメモとかで送ってもらってっていう形だったと思うんですけど、
ちなみにちょっとあの今回の話からは脱線していってしまいますけど、マイク、うん、これまでで累計何本ぐらい買ってます？累計は、まあ、ちょっとあの同じもの2本とかは1本とカウントしてっていう形にはな、うんうんうん、いやいや、そんな僕小林くんみたいにお金ないんですけど同じメーカー21本買いますよただいわゆる最初はこれみたいなのがやっぱりマイクでもあって、うんうんうん、あの手話の SM57 だったかな、よく楽器を取るのにはこれですよって言われてるマイクがあって、はいはい、それはもちろん最初に買ってみてですね、おあの幸い中学の友達でレコーディングの学校を出たやつがいて、うん、まあそいつにこうプルプルしながら電話して何買えばいいっていうそのオーディオインターフェースと、そう、あとマイクはもう買ってすぐ使ってっていう感じがスタートだったかな。でもその後はもういろいろ調べたらやっぱりコンデンサーマイクいいですよっていう文章がバーッと出てくるので、ネットで、うん、でコンデンサーマイクでその先ほど言ったブルーバードっていうものを買って、はい、その後最近買ったクジラちゃんと今話してるハイプマイクで計4本。なるほど、うん、ただあの おまけというか、僕が結婚した時に自分の奥さんは全然プロじゃないんだけど、セッションでボーカルできてて、はい、SM58 ベータっていうね、そのボーカルの人が好きなマイクを1本持ってたんだよね。ああ、なるほど。だから結婚したらマイク1本ついてきた感じになってるっていう。あ、なるほど、うん、じゃあまあ計5本。5本です。なるほど。これ例えばですけど、もう、はいはい、大いに脱線していきますけど、いやしましょう。いやいや、これから宅録をしますと、はい、まあこのラジオなんでね、音楽家に限定しましょうか、はいはい、サックスやる人がこれから宅録を始めますと、はい、でめちゃめちゃこう、まあ、マイクも種類があり、はい、オーディオインターフェースとかもまあ種類があるわけですけど、うんうん、まあ、予算にもよりますけどね、どれを勧めます、うん、コンデンサーか、まあ、ダイナミック系のマイクなのか。とりあえずやってみたい気持ちが強かったら結構大丈夫なんだけど、はい、機材の扱い操作方法とか、うんうんうん、例えばもう思いっきりがっつり最初からパソコンでその宅録用に DTM ってあの音楽用のソフトを入れたりして、うん、でマイクもつなげてってなると、もうその操作方法で結構心が折れる場合があるので、そうですね、なんだよこのボタンと、そうそうそうこのこのつまみは何なんだとそうだから一番とりあえず手っ取り早くやるんだったら、もうスマホでできるアプリをまず入れてやってみるのがいいと思うんだよね。あー、なるほど。買わずに、なるほど、とにかくその作品を1個完成させてみると。そうそうそう、 iPhone 持ってたら、はい、アカペラっていうアプリがあって、はい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 、課金なしでも1分くらいなら何十層でも動画確か作れるし、うん、課金何百円かすれば10分でもあの20分でも作れたと思うんで、はい、それがいいかなと思うんですよね。なるほど、まあ、その機材を買うことを目的にするんじゃなくて、まずまあそれで一個作品を作れと。そうそうそう、その方が楽しいよって思うんですよ。いやでもそれは確かにそうだな、うん、なのでまああの一回そのアプリでやってみるのがおすすめで、今すごくよくって、その後から撮った後から音量のバランスとかも変えられるし、ああはははは、ファンっていう言い方をするんだけど、あの右に振るとか左に振るとか、うん、アルトサックスは右耳から聞こえるように、うんうん、テナーサックスは左耳からみたいなことも後からできるのね、アプリ内で。なるほどなるほど。なのでもう相当いいものが最初から作れるんですよ。なるほど。音割れもしないように音量調節もできるし、うん、それでやる。でもしコミュ力ある人だったら、そういうの詳しいお友達を作って、あの一緒にやってもらうと覚えるの早いっす。いやまあ確かにな、まあ、そういうのはもう教えてもらうのがやっぱ一番ですよね、自分で触る。まあまあそうですけど、そうお友達からレッスン受けましょうっていう感じですねでもじゃあ実際まあそうやって作ろうと、はい、でなまあ1個か2個か分かんないですけど、まあ、作ってみて、うん、やっぱ、まあ、これはちょっと本腰入れてやろうと、うん、素晴らしい。なったらいらっしゃいませ、こっちの世界へ沼かもしれない世界へようそうそう、沼だけどねっていうだったらあのやっぱり
ダイナミックマイクって、うん、さっきの言ったコンデンサーじゃないやつで、はい、定番その SM57 とか、うんうんうん、まあ詳しい人だったらそのもっと安くていいものって見つけられるかもしれないけど、はい、やっぱその情報を手に入れるのが最初は難しいので、うん、そうっすね、そうっすね、定番はやっぱりいいですよっていうことで、なるほど、あのダイナミックマイクで SM57 っていうのを買ってみるといいと思います。楽器だったら、楽器だったら、まあそれね、うん、楽器で用だったりボーカル用だったりとか、そう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 、細かくあると思うんで、まあその辺はもう自分で調べていただいてという形になりますけど、はい、そう、なんか親切なラジオなのか親切じゃないなラジオなのかちょっとよく分かんなくなっちゃって、ある程度説明してから突き放す感ある、いやそうそう、あとは自分でやってっつってそういうラジオですなるほど、ね、オーディオインターフェースがいるな、そうインターフェースいるんだったら、あの、まあ、何で撮るかにもよるんだけど、パソコンとしたら何本マイクさせるかとかをこう機能として見てもらって、うん、はい、まあ、後々いっぱいさせたくなっても、例えば合奏を撮るとかじゃなくて一人で撮るんだったらせいぜい2本刺されば十分、まあ上手じゃないですか、はい、なのでそこのポートがあんまり多くない方が安いんですよ、はい、なのでまあ2本ぐらい刺さるもので、ソフトの体験版みたいなのがついてるパターンがあるんですよね、うーん、はいはいはい、僕だったらキューベースっていうソフトを使ってるんだけど、それの一番安いやつっていうか、そのパスワードもいらないでフリーで使えるようなやつがあって、それでとりあえずその撮るだけ撮れるみたいなのもあるので、はいはいはい、あのどういったもんかが使えるっていうやつですね、そう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 、だ気になるそのソフトがついてるんだったらなおのこといいよね、なるほど、うん、でそういう音楽系のソフトで値段が高いのは、あのもともと入ってる音色音源が、うん、デザインで言ったらフォントとかって高いじゃないですか、はいはいはい、そうですね、の形みたいにいろんな音色が入ってるのが権利があって高いんですよ、なるほど、音色全然入ってないけど要は自分で撮るだけだったらいらないじゃん、いやまあそうですね、特に使うものもなければ全部自分の楽器だけっていうんだったら、だから、うん、そのマイクとオーディオインターフェースだけでいいと思います、あ、なるほど、パソコンないんだったら話別だけど、ね、あ、そうですね、パソコンないとちょっとまた別じゃないけど、まあパソコンはある前提で、うん、そうで、パソコンない人はない人でタブレット、例えば iPad なり iPhone だったら無料でガレージバンドっていうソフトが使えて、それでもスーパー有名なやつですね、 そう、それでももちろんレコーディングできるし、はい、iPad とか iPhone でいけるオーディオインターフェースっていうものもあります、なるほど、うん、説明見ないで買っちゃうと結構高いから気をつけてねみたいな感じで、いや僕は何度も失敗しておりますけども、めんどくさいんだよねあれ見んのね、いろいろね、いやいやいや、まあでもそうか、そう思うとオーディオインターフェースと合わせて、うん、まあでも 2,3 万あればある程度もう十分だと思います。あれができるってことですね、まあそのパソコンやら iPad の値段は入っておりませんが、うん、そうそう、本体は除いて、まあ、2,3 万あれば始める分には始められると。うん。そう。ただ、あの、結構、自分のお家で撮る環境がある人はいいですよ。周りにお家がない人とか、防音のお部屋を持ってるとか、うん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 、自分で防音室を作ってみたとか、はい、そういう場合はいいですけど、あの、やっぱり運ぶのが結構面倒になるんですよ。いやー、そうですね。物が多いと。うん、だから USB マイクっていう選択は多分そのオーディオインターフェースとマイク合わせたくらいの値段にはなっちゃうけど、お外に行くときは結構いいよね、なるほど、楽、うん、じゃあまあその辺はもうあれか、その自分が録音しようと思ってる環境に合わせて、そう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 、もっとちゃんとあの何だろう、公民館とかじゃなくてスタジオ、うん、あのカラオケじゃなくてか、公民館だと音楽練習室ってマイクあったりもするんだけど、はい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 、はい、マイクを借りれるところに行くんだったらいらないかなっていうか、あ、まあ確かにそこでね借りちゃえばいいと思います、それで、なるほど、なんかその自分でそのやりたいタイプの人は手出すと楽しいですよっていう、はい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 、はい、あのほら別にそこはやりたくない人もいるじゃない、いやそうっすね、
撮りたいんだけど機材別に覚えなくていいんだったら覚えたくないしっていう人だったら、もうあの頼んだりそういうお友達を作ったりっていう方が、なるほど、精神ストレスがないと思います。いやでもさっきもね、その冗談のようにそのソフトを覚えるのがめんどいとか機材を覚えるのがめんどいって言ってましたけど、まあでも確かにその通りなんですよね。私も一回心折れた。うん、ほんとめんどくさいじゃない。いやそう、めんどくさい。でしかもいまだにこう、ね、うん、私あんまりこう録音とか公開してなくて、この期間にこう、うん、しようかなと思って、うん、でそのソフト立ち上げて、おあれこれしてみたりとかって言って、いやいや、いろいろやってるんですけど、でもそれ何が原因か分かんないんですよね。いつも私自分一人で行って、共演者がいる場合もありますけど、まあ、その共演者と一緒にホールで吹いて、それだけじゃないですか、うんうんうん、マイクとかも通さないし、うん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 、ね、あの会場行って吹いてっていう、そうそう、バリバリのアコースティックでやってる形になるので、こうマイクを通して作品を作ろうと思った時に、うんうん、自分がこう思い描いてるのと違うものが撮れちゃうとこって結構あるじゃないですか、はいはい、あるあるある。でもその時にいつもだったら、あ、こうもうちょっとこういう風に吹けばよかったらとか、ああいう風に吹けばよかったら自分をこう調整して終わるんですけど、はい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 、機材入ると、うん、マイクのせい、マイクにその原因があるのか、うん、オーディオインターフェースとかでその撮ってる設定なのか、うん、それこそ編集で後でそのリバーブかけたりとかっていうのもあったりすると思うんです。そういう編集段階の問題なのかが全く分かんなくて、あでもその初めてそういうのやる人ってどこまでそのマイクとか機材で変わるのかっていうのは結構希望もあり不安もあるところだと思うんだけど、はい、そうだな、ニュアンスだけは変えられないって思ったらいいかも。おー、でも逆に言うとニュアンス以外はどうにかなるってことですか？それこそ変えるのが上手い人だったら相当どうにかなるよ。おー、あのあれだよ、例えばマイクの取るレベルを上げすぎたとか、マイクに近すぎて音が割れちゃったらダメだけど、あーまあまあまあ、その辺の基礎的なところはまあ抑えたとしてってことですね、うん、それはでもちゃんと取るのは取れたとしたら音色も変えられるし、ピッチ、いわゆる音程も変えられるし、うんうんうん、まあ、強弱も変えられる。で、音のタイミング、ちょっと出んの遅れたとかも直せちゃうんですよ。うんうんうん、はい。そしたら人っていらないんじゃねみたいになると思うんだけど。いやー、そうなっちゃうな。でもね、変えられないとこがあって、やっぱニュアンスなんですよ。はい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 、それはあの僕が大好きなダンギングの話であったりとか、はい、ちょっとした音の揺らぎとか、次の音に向かうためにクラシックってただの伸ばしでも小さいクレッシェンドがかかるじゃない。はい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 、そのフレーズを作っていく上でっていうやつ、ね、そう音量も変わってんだけど、音量を一定にしてもその圧みたいなのがあるのね。うんうんうん、それはやっぱり変えられないかな、マイクうんぬんとかレコーディングうんぬんでは。なるほど、うん、で多分そこがその奏者の腕の見せ所だったり臨場感だったりするんだけど、はいはいはい、これ卓録の話ちょっとあれですね、一、うん、回ラジオ撮れそうなんで、またいやそう、別でやろう、別でやろうと思うし、うなんかほらあの著作権切れてるやつ2人で撮ろうよ、バッハのインベンションとかさ。あいいっすね、いいっすね。でこの A パターンと、あそうそう、だから例えばリバーブなしとか、はい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 、あとはなんだろう、わざとめっちゃ音程悪く吹いてみるとか、はいはいはい、でこれがこのぐらいな、いやこれ商品説明が、そう商品説明のやつになっちゃう。そうねそうね、ちょっとそのメーカーからお金もらいたいやつみたいなかもしれないけど、ちょっとそれはやりましょう、別日で。はい、ちょっと別日でやりましょう、うん、ちょっと仕込みがいるんで、あのちょっとすぐにとは、ね、そうそう、すぐにとはいかないですけど、やりましょう。そうなんです、本当はね、はい、今流行りの曲をってやりたいんだけどね、いろいろ世の中権利というものがねありまして、いやそう、ちょっとね、あのそんなにこう大々的に宣伝しているラジオではないですけど、やはりね、ちょっと守るとこだけしっかり守っとかないと、うん、後が怖いんでね、我々も大人なんでね。いやそうですね。ちょっと勢いだけではなんともという形で、わかりました。そうやっぱりあの機材とかはあの楽しいですよ、うん。そういう意味ではあの使えてくると。はい。まあちょっとじゃあそろそろお時間なんで終わりにしますが、まあ最近買って良かったものと言いつつ、うん、最終的にはまあそのマイクのあれであったりとか、
T ソロ卓六の方に、ね、そうちょっとあの足が入ってしまいましたけど、今回のラジオはこの辺りにしたいと思います。20回目のラジオですね、のとみむぎさんと最近買ってよかったもの機材編かっこ卓六のあれこれみたいな形でお話していきました、はい、あ、20回目終わっちゃいましたね。もうこれ30回目までにはなんとかサムネとタイトルをと思いますが、決まってない気がするな。いや、これはあれですね、明日から頑張るのやつだな。そうだね。はい、まあ、かゆみの小林さん、清美の麦さん、そして私に聞いてみたいなと思うことがあれば、うん、説明欄のお便りフォームからお願いします。ラジオの感想等々もお待ちしておりますので、お気軽に投稿いただければ幸いです。で、今日の商品の紹介と、あと、まあ、麦さんのチャンネルへのリンクは説明欄の方に貼っておりますので、まあ、興味のあったものがあったら調べてみてください。麦さんにはね、来週も金曜日来てもらいますので、お楽しみという形で今回のラジオ終わりたいと思います。麦さん、ありがとうございました。ありがとうございました。